皆さんこんにちは、デンタルライフデザインチャンネルです。アシスタントの道博です。本日は東京都渋谷区にある若林会員様にお邪魔しております。講師の若林健二です。よろしくお願いします。先生、シリーズ化して結構6本目、はい、7本目ですけれども、はい、両手を使った SRP について教えてくださいということで、化学嘘く休止部絶足禁止面について教えてください。はい、両手バージョンだいぶ、大詰め最終のところに近づいてきましたけどもですね、片手でやるときって結構口しっかり開いてもらわないとレスト置けなくて器具入らないこと多いんですけど、両手でやるとですね、割と大きく開けなくてもですね、キュレットが休止部の後ろの方まで届きやすいんですよ。まあ、そういうところをですね、ちょっと意識しながら動画を見ていただければなと思います。どうぞご覧ください。スケーラーは12番を使います。術者はですね、後方位です。患者は顎を引いて顔を少し右に向けます。化学隣接質の後方面か接縁にレストを置きます。左手の人差し指と親指でシャンクの部分を持ちます。そして右手はハンドルの中央あたりを持ちます。まあ、ここはまあその方の持ちやすいところに位置を決めていただいて構いません。そしてこの状態でストロークとしては上下に一緒に動かします。はい、そして中指で歯にレストを置いて、そして歯の部分を歯に当てます。禁止面です。この状態で右手で上に引っ張って、左手も一緒に両手で上下に動かします。このように少し左手で遠心方向に圧をかける。そうするとストロークも安定して力強くストロークができます。小林先生、7番も一緒のようにやったらいいですか？はい、まあ、基本的にはですね、4番、5番、6番、7番どれも同じです。ちょっと7番やってみましょう。はい、このようにですね、近心のところに当てて上下に動かします。特にですね、遠心の方に行くと力が入りにくいんです。それを左手が押して圧をかけることで安定した力強いストロークが確保できます。先生、ありがとうございました。先生が最初に説明してくださった通り、まあ、開口量が少ない顎関節症の患者さんとかも、負担なく SRP を受けていただけるのかなと思いました。はい、意外とスケーリングされてる時ってずっと口開いてることが多いんですよ。そうするとやっぱ顎痛くなりますしね、顎関節の方なんか辛いと思うんですよ。まあ、そういう意味でもですね、両手を使うとですね、そんなに開けなくてもスケーリングできるっていういい点いっぱいありますよね。はい、ぜひ今日教えていただいた内容、明日からの臨床にお役立てください。最後まで動画を見ていただきありがとうございました。これからも皆様のご質問にお答えしていきたいと思います。質問がある方は質問フォームよりお願いします。この動画が良かったなと思われる方はいいねボタンとチャンネル登録お願いします。それではまた次回お会いしましょう。